こんにちは、ホワイトベースの出張館内放送ですね。はい、実はちょっと訳あってですね、今時間に余裕ができて、最近ちょっとお店に戻ってないので、デスクで撮れてないんですけど、お話ししたいことがですねちょっと溜まってるので、少しずつでもですね、こういう形で喋っていこうかなと思いまして話しております。はい、ちょっと喘息がですねまだ良くなってなくてですね、お聞き苦しい時もあるかもしれないんですけど、ご容赦ください。はい、で何が話したいかというとですね、中古バイクの相場がどうなったのかというところをですね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、まずねその前に四輪車の相場の話をさせてください。四輪車相場って、あれもね一回一時上がったんですよ。で今年の春ぐらいにね一回落ち着いたんですね、下がったんですね。でこれがですねまた先日のニュースによりますとですね、また上がってらしい。しかもね、新車よりも爆上がりみたいな状態で、前よりもひどい状態になっている一部らしいんですね。要は車両の納期が、新車の納期がどんどん遅れてしまって、ランクルとかに至って4年待ちとかになってるよね。そういう状況らしいんですよ。でじゃあオートバイの方はどうなってるかとこういうとですね、これ完全に僕のイメージなんですけど、割とその回復しているのか、注文する人が減ってるのか、わかんないんだけど、なんか、だんだん元に戻ってきてるイメージがありますね。で、中古車の方がですね、どうなってるかっていうと、僕が予言した通り、やっぱりね、このバイクはこの値段みたいな感じで、異常な高騰を見せてたバイクっていうのは、今でも売れ残ってます。はい。で、もともと、これは値段、これは上がるよねって言ってたやつは、上がりっぱなしなんですけど、で、基本的にその、基本的に値段は、高いは高いんですよ。ね。だから、逆に言うと売り時ではある、なんですけど、もうバカみたいに高くはないです。はい。だからそういう一時のね、もうどこもかしこも便乗で値上げしてたような時に、バカみたいに高くなっちゃってたバイクが、仕入れ値がね、高いもんだから、値段下げられないっていう状況が続いてるっていうだけで、実際に、物が動いているものの金額っていうのは、もうそんな目を見張るものじゃないですね。だから、例えば中古バイク掲載誌とか掲載サイトに載ってるバイクが高いと、ね、それは売れ残ってるやつが高いです、はい、売れてないやつが高いで、売れてるやつはあれ表示できなくなっているので、画面から消えてるんですね。でも安いやつから売れていきますので、下から、ね、どんどん売れていきますので、それが全部市場からなくなっちゃえば高いやつしか残らなくなるんですけども、今度は欲しい人が消えちゃうかもしれないですね。そうすると欲しい人もいないのに値段が高いっていう状態がずっと続いていく。今これです。はい。やっぱり車種をね、いろいろ検索してみると、値段がね、結構その、普通の値段になってきてます。はい。ね。なので、僕自身もそうなん、こうやって中古車の値段が高騰するとですね、僕らすごくやりづらいんですね。なんでかっていうと、仕入れが上がっちゃうんで、もうもちろん競合が増えるから仕入れが上がるんですけど、仕入れが上がると売り値が上がっちゃうでしょ。そうすると売れなくなっちゃうでしょ。でそうすると在庫長期化するんですよ。そのうちこうやって相場が落ちてきて、利材をどんどん減らさざるを得なくてですね、場所によって車種によってはですね、赤字にどんどんなっていくんですね。だからうちのお客さんは幸いにしてですね、二宮さんに売りたいっておっしゃっていただける方がですね、大半を占めておりますので、そこはですね、去年よりはね、高値をつけさせていただいているんですけども、そこまで足元見た金額で買い取らないと無理だよみたいなことを言ってくる人は一人もいらっしゃらないですね。それはね、大変にありがたくて、だから意外かもしれないですけども、この2年間の売り上げすごい下がってるんですよ。で、今年も売り上げ低くて、で、
相場が今回少し動いてきたおかげで、まあ、この夏入るちょっと手前ぐらいからなんとか持ち直してきた感じなんですね。実を言うとですね。で、買い取りも一生懸命僕走っているし、で、一生懸命交渉させてもらってあちこち売ってくださる方にはね、駆けずり回って、バイクをこう取りに行くっていうのをやってるんですけど、まあ、これはいつもやってる話なんで、別に大変でも何でもないんですけど、僕はそれができるからこそ、生き残ってるっていう感はありますね。で、今こうやって相場が少し下がってきたのと同時にですね、オートバイの問い合わせ等も若干こう増えてきたかなというイメージがあります。はい。でね、こういう時がね、またこう全部ずれるのね。バイクを買い取りが増える時期と売りが増える時期って全部ずれるんですよ。この間をね、持ちこたえる力がない会社っていうのはどんどん潰れてっちゃう。例えば従業員さん多いところとか、あとランニングコストがね、高いところとかになってくると、自転車操業でも自転車漕げなくなっちゃうから、間が長いとね、じゃあその間だけランニングコストを下げてやれるかっつったらできない。うちも従業員2名、いるのでできないんですけど、じゃあ今月売れなかったらからさ給料払わないよってわけにいかないじゃないですか。今月仕事ないから来なくていいよってわけにもいかないじゃないですか。だから売れなくてもやっぱ給料払わなきゃいけないところ、うちなんかまだねマシな方だと思うんですけど、うちらも全然規模の大きいところになってくると、まあ、この数ヶ月のブランクがあるっていうだけで、ね、もう簡単に店潰れるんですよ ね。だこれがね、別に今回のね、コロナ禍に限ったことの話じゃないんですけども、結構その、趣味のもの、流行り趣味のものを扱っている会社っていうのは、結構起きるんだよね。で、まあ、もうちょっとね、早いサイクルで起きてくれればいいんだけど、そういう波がね、こう長いスパンになっちゃうとね、結構辛いよね。せいぜいね、春夏秋冬ぐらいで訪れてもらいたいけど、本当はそれもない方がいいんだけど、コンスタントに出てって、コンスタントに買い取ってっていうのがね、一番いいんですけど、なかなかね、そういうのを作るの難しい。全部一品物だから、で、しかもね、全部一品物で全部その手入れて、全部僕が直接行ってっていう感じなんで、台数増やすっていうのはね、土台無理な話で、せいぜい月に10台が関の山です。で、その中で僕自身が行ってこれるのは、せいぜい3、4台月に。はい。ですね。あとは輸送か店頭納車になってくるんですけど、はい。まあ、ちょっと話ずれたんですけど、まあそんなこともあってですね、バイクの相場っていうのが、落ち着きを取り戻しつつあるのかなという気がします。だから前ちょっと買い時じゃないよって、今売り時ではあるけど買い時じゃないよって言ってたじゃないですか。で、まあそれがね、まあ、今後はだんだんその買いのタイミングっていうのがね、近づいてきたと、今はその時期になってくるかなという気もしますね。はい。で、この機会、この機に、この数年で伸びてきたのが、やっぱり輸入車ですね。輸入車、要は外国製のバイクっていうのが非常にこう、販売が伸びたと思います。はい。コストがやっぱ低いし、まあ、値段が低いし、あと納期そのものもそんなに遅くはなかったんですよ。だからね、輸入車は特に中型クラスね、セールス伸ばしたかなという気はしますね。はい。で、逆にその納期が伸びちゃってたやつとかは人気があった割にはですね、そこまでその人気を収穫できていないんじゃないかなっていう気もします。はい。あと車種そのものの数っていうのがバイクブームなんて言われてますけども、今実際そのこの長いバイクの歴史の中でかなりバイクの車種の数っていうのが少ないタイミングなんですね。で、これがそのバイクの開発だいたい5年から10年かかるんですよ。で、そのバイクブームだって言われたこの昨今からって、あとまあだいたい2、3年ぐらいで5年経つんですね。で、そのタイミングで車種がじゃあ増えてくるのかどうかね、っていうところが今後のその注目ポイントかなという気がします。はい。あんまりね、この業界ニュースがないんですよ。正直。全然と言っていいほどないよね。いやもう本当に頑張ってるのは電動ぐらいな業界で、あんまりその華やかなニュースとかね、すごい新しいことっていうのは そうそうはまあ起きないんですね。はい。まあでも電動はね、僕別にタイヤが2個ついてる全部バイクだと思ってますんで、はい、全然僕は距離感も何も感じてないんですけども、まあそれも含めてね、
まあ、外国メーカーっていうのもね、伸びていけばいいのかな。ただ海外のブランドっていうのはやっぱりこう開発してるのが日本じゃないんで、日本で売ってるところはメーカーというよりはもう商社さんに近いんですね、販売店で。だからそのフィードバックがやっぱり遅れるっていうのと、あと機械のそのものの修理や整備っていうこと自体ですね、まあ、ある程度限界があるメーカーも実際には多い。で、機械構造的にね、まあ、なんてばらつきがある、まあ、はっきり言っちゃえば質が悪い、っていうのも 車両も存在するし、でそれに対してのバックアップ体制っていうのが揃っているところもあれば揃ってないところもあります。はい、これね、はっきり言っちゃいたいんだけど言えないのね。なんでかっていうと、それってね、この時は良かったけど今はダメっていうところもあるし、あの時ダメだったけど今はすごくいいっていうところもあるし、これがやっぱ数ヶ月から半年単位でね、入れ替わるんですよ、これが。だから僕の動画でここダメだよっていうのをね、言っちゃうと、そこにとどめを刺しちゃうんで、なかなかね、言えないっていうのはあります。はい。やっぱ僕、バイク業界の中ではありますけれども、僕の一つ一つの言葉の影響力で、そんなね、数千万円の売り上げが動くっていう風になっちゃうと、慎重にならざるを得ないですね。まあ、それは慎重になっているんですけど、基本的にいいと思ったものしか言わない。いいと思ってないもん、いいって言ってって言われても、なんか なんとなくうやむやにしちゃう。なんとなくうやむやにして、なんかね、1年経ちましたみたいな感じにしちゃうんだけど、はっきりやらないって言ったりとかね。あとはまあ僕自身がいいって言ったものに関して、僕自身もやっぱ言ったことに責任持ちたいなっていうのがありますのでね、結構その辺は気をつけてるんで、なかなかそのあれこれおすすめするっていうのはですね、どん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 矢継ぎ早に出していくっていうのはできないんですけど、あとレビューで撮ったね、動画とか、車体レビューとか撮った動画とかも、まあ、結構吟味していかないといかんっていうのもありますね。はい。ただ自分自身工学系の勉強ずっとして、まあ、大学もそっちなんで、やっぱ自分じゃないとわからない世界とかですね、苦労とかね、そういったものもきっとあると思うんで、まあ、そういったものを含めながらですね、皆さんに提供しつつ、なおかつその中古車屋としてのね、経験から言えるですね、まあ、今どういう状況かっていうのですね、もう今回みたいにですね、お話しさせてもらいながら、やっていけたらなと思ってます。はい。毎日暑いですね、無理してバイク乗んないでください。はい。こんなね、オーブンの中にいるような状況、東京だけ、だとは思うんですけども、出るなら朝早く出てですね、早めに田舎の方に行くとですね、涼しくていいんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。